30点というですね、納得のいかない点数をもらって、大泣きをしてたんですけど、日本で言う古文なんですよ。英語の古文なんですよ。で、もう一つの課題はですね、こちらになります。このですね、分厚い、本をですね、読んで。Hello everyone! 留学パパです。はい、ここまでの動画で高校留学で最も難しい科目は現地の国語、つまりイングリッシュだっていうことは再三お伝えしてきましたよね。そしてつい先日も悔し涙を流している娘のエリンの様子をご覧いただきましたけれども、実はまだまだねリアルがお伝えしきれてないので、今回はその続編としてチャレンジを続けるエリンの様子を見てもらいながら、大事なポイントについて皆さんにお伝えしていきたいと思います。まずはエリンから送られてきた最初の動画をご覧ください。はい、皆さんこんにちは、娘のエリンです。今回ですね、2個前の動画でお話をしていたイングリッシュ12の課題について続きをお話したいと思います。30点というですね、納得のいかない点数をもらって、大泣きをしてたんですけど、そこから私がどういうことをしたのか、そして、どういう結果をですねまたもらったのかっていうのを少しお話ししたいと思います。大泣きをした次の日にですね、もう悔しかったので先生にすぐ朝一で会いに行って、自分のエッセイをですね返してもらいました。で、先生にそのエッセイを見ながら、ここはダメだったよとか、ここは何も言ってることがよくわかんなかったみたいな感じでですね、いろんな指摘を、もう直接ですねいただいて、その最後にですね先生が、もう一回チャンスをあげるから、やり直すな、やり直したいならやり直してきてっていうのをですね、言われました。ところでですね、もうやってやるぞということで、家に帰ってそのエッセイをですね持ち帰って、で、何がいけなかったのか一つ一つですねコメントを確認していきました。で、よくですねコメントとか読んでると、自分はそのですね、エッセイの中で何が伝えたいのかとか、よくがちゃんと多分表現できてなかったということですね、提出した後にコメントをもらってから気づきました。そのトピックのまま、続けることもできたんですけど、やっぱりちょっとやりにくいなということで、前やっていたものを全部、廃棄して、新しいところから一からですね構成を立てていきました。毎日のようにですね先生に会いに行って、この文章はどうやったらその私の言いたいことが伝わるのかっていうのをですね、もう一対一で、お話をしながら、どうにかですね、パラグラフを一つ一つ作っていきました。多分ですね、あれから一週間ぐらいですかね、もうずっと他の課題もある中で、でもそれでもですね、そのエッセイ終わらせないと、ちょっと心がですね、落ち着かなかったので、とりあえずもうずっと、一週間時間をかけてやっていました。で、そして先週ですね、そのエッセイが帰ってきました。こんな感じですね、書いて、結果はですね、先に言うと、16点、24点満点に、16点でこれ、まあ 70% ぐらい、の結果をいただけました。まあ、客観的に見ると、まあ70点、まあいいか悪いかっていうのはちょっとわからないんですけど、先生のですね、この最後のコメント欄にも、すごく、あなたの成長が、こう、しっかり、このエッセイに現れてるよって、まだいろいろですね、直すところとか、変な、ちょっと、センテンスがあるから、そこはやらないといけないけど、あなたの、成長ですね、確実に見えておりますということをですね、書いていただきました。この先生のすごくいいところは、すごい厳しい、マイクとかもすごい厳しいんですけど、必ずですね、どんなこのエッセイでもちゃんとこんな感じに、コメントを残してくれるんですね。私のこの拙い英語でもですね、しっかり、内容を見てくれて、グラマーだって、そのセンテンスのですね、このウィアードなところを、ちゃんと直してくれるので、すごくいい先生だな、ためになる先生だなということを、感じました。まあ最初の点数よりかはまあ倍近くになったので、直してよかったなと、そしていろんなことをですね、このエッセイの中から学べたので、すごくやってよかったな、時間かけてよかったなと思います。はい、皆さんは高校留学するために英語を一生懸命頑張っていると思います。単語を覚えたり、文法を学んだり、リスニング力を鍛えたり、様々な方法で頑張ってますよね。それ自体はとっても素晴らしいことです。ぜひ継続して頑張ってもらいたいと思います。
けれども本当に高校留学するために準備しておかなければいけないことはそれ以外にもあるんです。英語では critical thinking っていうふうに言います。聞き慣れない言葉ですよね。そのポイントは2つあって、1つは他人の意見や考えを先入観や偏見なく客観的に理解する力です。例えば一冊の本であれば、作者は何が伝えたいのかや、それをどのようにして読者に具体的に伝えようとしているのかを把握することが求められます。皆さんは本を読んだり人の話を聞いてポイントをまとめることに慣れてますか？ひょっとしたら黒板に書かれたことをノートに写して暗記することが勉強って思ってませんか？それでは正直厳しいんですよね。そして二つ目ですけれども、皆さんはあるテーマについてあなたはどう思いますか、それはなぜですかっていう理由を他人の考えや主張と比較しながら説明することができますか？もっと言えば、海外での勉強って自分の意見について人の意見を用いながら論理的に説明することが求められるんですね。どうですか？パッと聞いただけでも難しいって感じる人も多いんじゃないでしょうか。そうなんです。日本の学校ではこういう正解のない問いを求められる教育はほぼなされてないんですね。だからいくら英語ができたとしても思考が追いつかないんです。エリンがなぜ先日の動画で悔し涙を流したのか、それは留学当初のように英語がわからないとか英語で表現できないからっていう皆さんが思うような英語力不足が理由ではないんですね。ちょっとハードルの高さ、現実の厳しさが伝わってきたでしょうか。じゃあどうやってそういうスキルを身につけたらいいのっていう声もね、聞こえてきそうなんですけれども、実はそれを話し出すと結構長くなってしまうので、気になる人はぜひね、 LINE アットでメッセージもらえたらと思います。少しね、宣伝になってしまうんですけれども、留学パパはそういうスキルを伸ばすお手伝いも実はオンライン講座などでやっていますよ。さて、一つの課題を終えた娘のエリンなんですけれども、これで終わったわけではありません。次はもっと大変な課題が待っていました。一体どんな壁が立ちはだかっているんでしょうか。引き続き動画をご覧ください。このエッセイが終わってですね、やっと終われるなぁと思いたいんですけど、たくさん、まだまだたくさん、宿題が出ております。一つ目はですね、二つあるんですけど、この一つ目、オセロって言ってですね、シェイクスピアを読んでいます。日本で言う古文なんですよ。英語の古文なんですよ。英語の古文です。もう、なんかもう文法がもう全然、その作りが違ったりとか、言葉がもうわかんなかったりとか、you を you と言わず、象とかですね、いろんななんか聞いたことない言葉を使いながら、シェイクスピアという物語をですね、書いております。さすがにですね、これは難しいので、現代文とですね、こう比べ合わせながら、どこを今進んで読んでるのかとか、動画を見たりですね、しながら先生のそのクエスチョン、課題にですね、答えていております。で、もう一つの課題はですね、こちらになります。このですね、分厚い、本をですね、読んで、その中から10個ぐらいのですね、クォーテーション、引用をですね、文を探して、引用できる文章を探して、その筆者が何を伝えたいのか、そして自分の生活とか、その今のですね、社会とどういう関わりがあるのかみたいな、のコネクションを、この文章に、この引用を使いながら、パラグラフを作っていくというものになります。もう頭がパンクしそうですが、少しずつこう読みながらですね、こう付箋を貼ったりとか、あとはこう何を今そこで言ってるのかみたいな感じでですね、ここに、付箋をですね貼りながら、やっていっております。とてもですね、もう一つ一つ時間かかるんですけど、学期の終わりには自分が成長できたなと感じれるように、一つ一つ、やっていこうと思います。この動画がいいなって思った人はぜひいいねボタンとチャンネル登録をお願いします。そして LINE アッドに登録してもらうと、皆さんからの個別の質問やご相談に留学パパが無料でお答えしています。メッセージを送るときは皆さんの今の状況、
例えばどういう高校留学がしたいとか、家族での話し合いの様子など、少し皆さんのことが分かる情報をもらえたら、僕もより具体的なアドバイスができるので、ぜひご協力をお願いします。それでは次回の動画も楽しみにしててくださいね。 See you next time!